はい、こんにちは。北大の向井です。今日は海洋センターに来てます。ここで、魚の音響産卵の、ね、基礎的なデータをいつも取ってます。この後ろ側に大きな水槽があるんですけども、今回はサバの音響反射を測ってます。で、サバの音響反射と遊泳姿勢角の測定ということで実験を行っています。皆さんご存知のようにサバですね、最近よく、増えてきております。たくさんいます。このサバを、軽量魚群探知機を使って量を調べるときには、このサバ1匹あたりがどのくらいの音を跳ね返すかというのを知らないといけません。それを測るために、この水槽の中で実際に泳がせて、ターゲットストレングスという魚1匹あたりの音の産卵を測って、います。で、その反射の強さはですね、サバの遊泳姿勢によって変わってきます。どういうふうに音が当たるかによって変わってきますので、その辺を調べる必要があるということで、魚群探知機で音でサバを見るという部分と、カメラを使ってサバを見るということで、この両者の関係を調べるというのがこの実験です。はい、これが、海水の大型水槽になります。長さが10メーターですね。深さが6メーター、奥行きが5メーターになってます。今海水が入ってます。魚を区切るためにここに網が、入ってます。上側にトランスデューサーがあって、実際上から音が、今当ててます。音を当てています。で、ちょっと見えるかもしれませんけども、魚が今泳いでます。あんな感じで魚を泳がせて、上にトランスデューサーという音を出す装置がありますので、そこから音を当ててきて、サバに当たって跳ね返る、それを測ってます。で、カメラがここにセットされてますので、こちら側と向こう側にセットしてます。両側から見て魚の遊泳姿勢を見るというのと、魚探でその反射を測るということをやってます。はい、はい、それでは、実験装置の、説明をしたいと思います。まずですね、魚群探知機、これエコーグラムがここに映ってます。ここら辺にこう映ってるのが魚です。今水槽の中に吊るしてますけども、サバを吊るしてます。ちょっとこの深いところにも出てますね。こんな一応への字状にこう出てきます。こんなのが魚でして、今この間隔3メーターから5メーターぐらいの間を見て、その魚の音響反射をここにヒストグラムで、表示してます。この数字は平均値ですね。ですそれから魚が映ってくると、ここに魚が今どこでディテクトされたかっていうのが分かります。ただ今回使ってるのは交代、魚探ということで、周波数ですね、一応中心 70kHz なんですけども、 45kHz から 90kHz の音響反射を連続的にこういうふうに撮ることができる機械を使ってます。で、ですね、これ魚探のデータは取れますけれども、その時の魚の状態っていうのがこちらのビデオで見ることができます。これ横ですね、水槽の、横から見た映像、それから正面から見た映像が映ってます。下のビデオから上に、映像信号を持ち上げて、ここでコンバインして表示してます。で、ここでレディレディというのがチカチカしてますけども、パルスの、トリガーと同期をしてビデオでこう画像をキャプチャーしてます。で、魚が出てくると、この辺に出てくると、こちらの音響の方にも、エコーが出てくるということになってます。こちらで魚の姿勢ですね、姿勢を測って、その時の音響データを魚探の方から解析をするということになります。今日の説明いかがでしたでしょうか。音を使って海の中を見る、そういう研究をしております。